俺がノアだと自他ともに認めた中島克彦を倒したのはこの俺だ。さて次はどうしようかな。次はさて次はいや、やはりノアのね、象徴、ノアを旗揚げから支えてきたバルフジ直道だ。やっぱりあなたなのか。そしてジェイク、微笑みをたたえながらその胸にプロレスリングノアの文字、箱舟の生き潮にプロレス界の天才です。それが今最新の最高峰の前に立ちます。ああ、次はあなたか。ノアの中枢であって、でずっと箱舟の天才と呼ばれている、次はあなたか。ジェイク・リー、今このドアには俺より強いやつ、俺よりすごいやつたくさんいる。だけどな、腐っても丸藤だ。お前が舵を取ろうとしてる船に乗ってたら船酔いしちまいそうなんだよ。俺が本当の舵の取り方を教えてやるよ。いやー、場内の雰囲気もまたまたこれは大歓迎という、そんな空気か。そしてジェイク、リングの中央、おい副社長、それなら船酔いに慣れてくれ。その船酔いはもっともっと気持ち悪くじゃなく心地よくなるはずだ。なぜならその船酔いに人が集まってどんな船なのかなと気になって見に来るわけだ。そしたらあっという間に虜だ。なぜ、しかしなぜ俺がここまでそんなことを断言できるか。それはだね、俺が今ノアの舵を取ってるからだ。井上さん、はい、結果で物言ってますもんね。そうですね。そして狂気の中島克彦に勝った後のジェイク・リーですから、説得力がとてつもないですよね。響きまくりですね。そうですね、まあ、それに対抗しうるのはやはりノアを支えてきた、苦しい時もね、いい時も支えてきた、丸藤選手、歴史ですよね。松木さん、はい、またまた見たい戦いが、いやー、ちょっと丸藤選手の濃厚な試合見たかった。そうでしたか。見たかったです。望みが叶った。嬉しいですね。ほんでジェイク選手はもう返しのマイクが上手い。GHC ヘビー級選手権第42代は船酔いなんていう表現がありましたがね。防衛成功でございます。船酔いですらっていう男です。斉藤選手、はい、この牙城はあまりに分厚く高い。やはり高いですね。また
またジェイクがこうしてリングの周りを、どうだい俺はと、まさにグッドルッキングガイズにみんなが酔ってますよね。 GLG 仲間たちもいます。そして正々堂々狂気の上を行って、そうですね、この中心にと、まあ、本当にただ酔わしてるだけじゃないですからね、魅了してますからね、完全に恐れ入りました。ですから松木さん、やっぱりこうやって仲間もついてきますよね。本当ですね。ジェイク選手が戦っている時のねセコンドがもうキラキラね、はい、スタメンしてますもんね。この仙台決戦、今日は5大タイトルマッチでした。プロレスリングノア最新の戦い、最後にこの大会場に睨みを聞かせたのは、俺が舵を取っているんだと、第42代 GHC ヘビー級チャンピオン、グッドルッキングガイズ、ジェイク・リーでした。